紫外線。紫外線。紫外線。とは、波長が10から400ナノメートル。すなわち、可視光線より短くやは、X 線より長い不可視光線の電磁波である。可視光線の紫色の外側という意味で、紫外線という。1960年代以前は、近外線とも。また、英語のウルトラバイオレットから、UV と略される。 赤外線が熱的な作用を及ぼすことが多いのに対し、紫外線は科学的な作用が著しい。このことから科学線とも呼ばれる。紫外線の有用な作用として、殺菌消毒、ビタミン D の合成、生体に対しての血行や、新陳代謝の促進、あるいは皮膚抵抗力の更新などがある。波長による分類法として、 波長38200ナノメートルの金紫外線、ニア UV。波長210ナノメートルの円紫外線もしくは真空紫外線、ファー UV。フブもしくはバキューム UV。ベブ。波長12110ナノメートルの極紫外線もしくは極端紫外線、エクストリーム UV。ロアザブに分けられる。また、人間の健康や環境への影響の観点から、 近紫外線をさらに UVA400315 ナノメートル UVB315 から280ナノメートルブック280ナノメートル未満に分けることもある。フォトリソグラフィアレーザー技術において円紫外線ディープ UV デューブは前期のフブと異なり波長300ナノメートル以下の紫外線を示す。太陽光の中には UVA、UVB ブックの波長の紫外線が含まれているが、そのうち UVA、UVB は、オゾン層を通過、地表に到達する。ブックは、物質による吸収が著しく、通常は大気を通過することができない。地表に到達する、紫外線の99%が、UVA である。ブックは、オゾン層の反応で生成されるものもある。 物質の屈折率は入社した光の波長に依存する。光学部品、光学層やレンズなどの素材としてよく用いられるガラスは、紫外線の波長域では、急光係数が著しく増大し、透過率が急激に減少する。このため、ガラスを使った光学部品で紫外線光を取り扱うことは困難である。そのため特殊な材料を使用した。 専用の光学部品が使用される。例えば、石英ガラス、波長200ナノメートル以上で、使用化や、復化カルシウム、復化マグネシウム、150ナノメートル以上で、使用化。人間の視覚は、波長の短い光を紫色光として感じ取るが、その加減は360から400ナノメートル付近とされ、それより、波長の短い光は知覚できない。 すなわち紫外線である。英語のウルトラバイオレットも紫を超えたという語から来ている。ラテン語のウルトラは英語のビヨンドに相当。日本語では紫外線と呼ぶのが一般的であるが、ビーオレットをスミレ色とも訳すことから金外線と呼ばれることもある。スミレ外線の表記は紫外線より少ないものの1960年代以前は学術用語としての用例があるが、 1960年代以後の要例は極めて稀である。17世紀にアイザック・ニュートンがプリズムを用いて可視光線が赤から紫に至る多数の色の光線から成り立っていることを証明したが、その後、この見える光線の他に見えない光線が存在すると考えられるようになった。1800年、イギリスのウィリアム・ハーシェルによって赤外線が発見され、 この考えが立証されると、すぐ、ドイツの物理学者、ヨハン・ビル・ヘルム・リッターが、スペクトルの反対側である、紫より短いスペクトルを探し始めた。1801年、リッターは光に反応する、塩化銀を塗った紙を使用して、紫の外側の目に見えない光を発見した。これは、化学校、ケミカル、ライトと呼ばれた。その頃、リッターを含めた科学者は、 光は、酸化発熱要素、赤外線、照明要素、可視光、水素化還元要素、紫外線の三つから構成されていると結論づけていた。スペクトルの他の領域との統合は、マセドニオ・メローに、アレクサンドル・エドモン・ベクレルらの研究までわからなかった。その間、紫外線は、化学線放射、アークティニック・ラジエーションとも呼ばれていた。その後、1893年に、 ドイツのビクトール・シューマンによって真空紫外線が発見された。人間が太陽の紫外線に長時間さらされると皮膚、目、免疫系へ急性もしくは慢性の疾患を引き起こす可能性がある。大気を透過しないブックは過去ほとんど注意が払われていなかったが高エネルギーであるため UVA や UVB よりはるかに危険である。 例えば、ブックを使用する紳士型紫外線厳禁装置などは、装置の外で紫外線抗原のスイッチを入れれば、被爆の危険性がある。紫外線は、タンパク質を変成させるため、皮膚に紫外線が照射されると、コラーゲン繊維及び弾性繊維にダメージを与えて、皮膚を加齢させる。波長の長い UVA の危険性は近年まで、軽視されてきたが、皮膚の加齢。 DNA へのダメージ、皮膚癌へのリスクはゼロではない。このうち特に皮膚の加齢は波長が長く UVB より深く皮膚の中に浸透し、皮膚の張りを保つ男性繊維を徐々に破壊する主要因となっている。また一度破壊された男性繊維は回復しない。UVA は UVB と比べて大気中での減衰が少なく、 UVB の減少する陶器や朝夕でも比較的多く降り注いでいる。日焼けのうち3バーンを引き起こすことはないが3単を引き起こす。日焼けサロンで照射されるのは主に UVA である。ただしその際に皮膚の老化を加速していることも忘れてはならない。UVA は SPF テストで測定することができない。UVB は日焼けのうち3バーンを引き起こす。 ブックは最も波長が短く危険であるが大気中で減衰しほとんど地上には届かない。UVB、ブックは皮膚がん発現のリスクを伴う。生物の DNA は吸収スペクトルが250ナノメートル近辺に存在している。DNA に紫外線が照射されると DNA を構成する原子が冷気される。この冷気は DNA 分子を不安定にして らせん構造を構成する、はしごを切り離して隣接する、塩基同士で、チミンマイナスチミン、シトシンマイナスシトシン、ウラシルマイナスウラシル等の二両体を形成する。この二両体が遺伝子中のコドンを乱れさせ、DNA 配列の不正配列、複製の中断、ギャップの生成、複製や転写のミスを発生させる。このことにより正常に遺伝子が機能しなくなった場合に、 癌等の突然変異を引き起こす。紫外線による突然変異は、バクテリアにおいて、簡単に観察される。これは、地球環境問題で、オゾンホールやオゾン層の破壊が懸念される理由の一つである。紫外線照射者に対する生体の防御反応として、人間の体では、茶色の色素のメラニンを分泌して、皮膚表面に沈着させる。これを、日焼けということにより、 それ以上の紫外線の皮膚組織への侵入を防ぎ、より深い皮膚組織へのダメージを軽減させようとする。この分泌度は人種によって異なっているため、このことが皮膚の色の違いによる人種の区別を垂らしている。市販の日焼け止めローションクリームも紫外線の侵入を防ぐ効果を利用している。これらの製品では、SPF 値、PA と呼ばれる紫外線防御効果が記載されている。 SPF 値はサンプロテクションファクターの略で主に日焼けの原因である UVB の遮断率を表している。SPF25 の場合は無対策の場合と比較して紫外線が1、25になり SPF100 は1、100になる。PA はの略で UVA の遮断に対する効果を表している。PA は効果がある、効果がかなりある、効果が非常にある、効果が 極めて高いの4段階で表記される。PA が SPF と異なり、数値で表記されないのは UVA のブロック率を評価する良い分析法が存在しないためである。強度の強い UVB は目に対して危険で、節眼炎、雪目、節眼や、紫外眼炎、電気性眼炎、白内障、浴場変と、まぶた列半形成になる可能性がある。保護ガネは、 紫外線、特に短波長の紫外線にさらされる環境で働く場合、電気溶接作業や、そのような環境、雪山やスキー場のゲレンデなどにいる場合には、有効である。保護メガネで覆われていない横から目に入る、紫外線を防止するために、高高度の登山家が使用するようなゴーグル状の完全に覆われた保護メガネを使用した方が暴露に、対するリスクが減少する。登山家は、 高高度では地表に比べて大気による減衰が小さくなり、雪や氷による反射が存在することにより、通常より高いレベルの紫外線にさらされるため、そのような完全に覆われた保護メガネを使用している。通常のメガネはわずかの保護効果がある。ガラスは UVA に対して透明であるのに対し、プラスチックは通過率がガラスより低いため、プラスチックレンズはガラスのレンズより 保護効果があり、材質、例えば、ポリカーボネートによっては、ほとんどの紫外線が妨げる場合もある。ただし、いくら良いレンズによる保護措置を行ったとしても、レンズ以外の経路を経由した、紫外線からは目を完全に守ることはできない。メガネに十分な紫外線対策を期待するならば、フレームの形状も考慮するべきである。上部からの紫外線の侵入を減らすため、 外出時は、燕付きの防止の併用が進められる。レンズ以外の経路を経由する光を確認するには、レンズの部分をアルミホイルのような不透明なもので覆って、明るい光のそばに立つことで確認することができる。ほとんどのコンタクトレンズは、紫外線を吸収し、網膜を保護する。紫外線による利点は、皮膚におけるビタミン D の生成である。グラント2002は、 UVB 照射時間が短いことがビタミン D の欠乏を起こし、アメリカ合衆国で何万もの死者が生じていると主張している。米国では日照の少ない度の高い地域での大腸癌、乳癌、卵巣癌、多発性硬化症の相対的な多発が指摘されている。ビタミン D 欠乏は骨軟化症、来る病を生じさせ、骨の痛みや、 体重増加時には骨折などの症状を生じさせる。他にも、皮膚の疾患、例えば感染と白斑の治療において、紫外線の利用が可能である。これには、311ナノメートルの波長による、紫外線が効果的である。また、精神病の治療に、精神不活薬、プーバ両方とともに、UVA、UVB 紫外線が利用される場合がある。 紙幣や重要な証明書、例えば、健康保険証、運転免許証、パスポートには、偽造防止のため、紫外線照射時に見ることのできるマークを含むものがある。ほとんどの国が発行しているパスポートは、紫外線感度の高い蛍光物質を含むインクで、偽造防止の細い線が書かれている。例えば、ウクライナの詐称スタンプとステッカーは、 通常の可視光の元のラガンでは見えないが、紫外線照射時に見ることのできる大きくて詳細な紋章が書かれている。また、アメリカ合衆国により出されるパスポートは、最後のページのバーコードに沿って、紫外線の感度の高い偽造防止の細い線が存在する。暗書で紫外線を照射することにより、これらのマークが光を発して浮き上がって見える。カラーコピーやインクジェットプリンターでは、 これらを再現することができないので、偽造品を見分けることができる。また、日本国旅券でも、照明写真の横に、紫外線感度の高い蛍光物質を含むインクで、顔写真と旅券番号が印刷されている。蛍光灯は、低圧の水銀蒸気をイオン化することにより、紫外線を作り出す。蛍光管の内側の蛍光物質は、紫外線を吸収し、それを可視光線に変える。 水銀蒸気の放射する紫外線はブック領域であり、蛍光物質を塗布されていない水銀アーク等からの放射を防備なしに皮膚や目に受けることは非常に危険である。一般的な蛍光灯のガラスはブック領域の透過性の悪いガラスが使われているため、蛍光物質が部分的に剥がれても危険は生じないが、意図的にブック領域を放射させることを目的とした。 殺菌灯は、透過率が、濃くて優れる石英ガラスが使用されているため、直視する、ことは大変危険である。水銀灯の光は、離散的な波長で構成されている。より、連続発光スペクトルに近い紫外線源としては、キセノンアーク糖、太陽光のシミュレータに使用される、ジューテリウムアーク糖、水銀キセノンアーク糖、金属ハロゲン化物アーク糖と、 タングステンハロゲン白熱灯等々がある。また水銀灯やメタルハライドランプも発光管に石英ガラスが使われており、外側のバルブが破損状態で点灯しているのもブックが強力に放射されているため直視は極めて危険である。死亡者も出る。天文学において非常に熱い物体は紫外線を放射する瓶の辺に即。しかし、 地上から紫外線観測を行うことは、保存層の存在により難しいので、ほとんどの観測は、宇宙から行われることになる。紫外線天文学、宇宙望遠鏡を参照。例えば、1990年代のニックスと、ムズスタ最近の双方、アイット、トレース等の観測衛星において使用されている。紫外線を用いた外中駆除装置が、 ハムシなどの昆虫駆除に使用される。紫外線、有虫等により引き寄せられてきた昆虫は装置の関連で死亡するか、罠により捕獲される。紫外、菓視、近赤外分光法は科学構造解析のような科学分析技術として広く使用されている。紫外線照射は資料に蛍光剤が存在するかを確認のために可視分光コード法において使用される。 紫外線ランプは、鉱物や宝石を調べたり、様々な含有物の検証を行う際に使用される。これらの含有物は、可視光の下でも確認できるが、紫外線を照射した際、長波長と短波長の紫外線では、異なる傾向を示すことがある。このように紫外線による傾向を利用した、紫外線傾向色素は、様々な用途に使用されている。例えば、生。 科学的用途や犯罪捜査の用途、蛍光タンパク質 GFP グリーンフラレセントプロテインは遺伝学でのマーカーとして使用される。タンパク質のような多くの物質は紫外線に対して吸収帯域を持ち、これは生物科学分野もしくは関連する分野で関心が持たれている。そのような研究には紫外線吸収分光高度計が使用される。半導体。 IC, LSI の露光工程において微小パターン形成には波長の短い光を用いた露光が必要となる。このフォトリソグラフィには紫外線が使用される。フォトリソグラフィでは半導体表面に塗布されたフォトレジストと呼ばれる観光性の樹脂にフォトマスクと呼ばれるガラス板状に描かれた図形を通して紫外線を照射しマスク状に描かれた構造を フォトレジスト上に転写する。その後、このように形成されたレジストをさらに、マスクとして、エッチング、メタル形成、酸化膜形成等を行い、目的の構造を作成する。初期のフォトリソグラフィでは、光源に G 線436ナノメートルが使用されていたが、その後、加工構造の微細化に伴い、I 線365ナノメートル、 KRF エキシマレーザー248ナノメートル RF エキシマレーザー193ナノメートル F エキシマレーザー157ナノメートルと単波長化が進みさらに単波長化を進めるためこれらのエキ,シンエキシマレーザーも開発されている研究段階ではブブリソグラフィー、X 線を用いた露光装置もあるこのようなフォトリソグラフィーは 半導体や IC のみならず、プリント基板の製造においても使用されており、紫外線はエレクトロニクス産業では広く使用されている。紫外線の新たな用途として、電気飼料上のコロナ放電、単にコロナと呼ばれるを観測することがある。飼料の絶縁の劣化や汚染はコロナを引き起こす。そのコロナでは光電解が空気を異音化し、窒素分子を冷気し、 紫外線の放射を引き起こす。コロナは飼料の絶縁性を低下させる。コロナはオゾンとわずかな酸化窒素を作り出し、酸化窒素は周囲の空気中の水分と反応し、アショウ酸もしくはショウ酸の蒸気を作り出す。紫外線ランプは生物学研究所と医療施設で場所や道具の殺菌に使用される。 市販の低圧水銀灯は254ナノメートルの紫外線を86%放射する。DNA の紫外線に対する吸収スペクトルは約265ナノメートルと約185ナノメートルの2箇所にピークを持ち、この254ナノメートルはその片方とよく一致する。185ナノメートルの紫外線は DNA への吸収率としては良いが、 空気中の酸素やランプに使用される石英ガラスが185ナノメートルに対して不透明であるため、この用途には使用されない。これらの殺菌用の波長の紫外線は DNA の隣接した塩基を2両体化する。微生物の DNA 上にこれらの血管が十分に蓄積すれば、たとえその微生物が死滅しないとしても、微生物の増殖は抑えられ、無害になる。 実際には、紫外線の照射の隙間や影により、照射されない微生物が存在するため、これらのランプは他の殺菌技術の補助として使用される。実験はアジアルジアが育システーションの状態であるより、インフェクティバティの状態にあるとき、ブックの放射に非常に影響されやすいことが判明した。これにより、原生生物は、高照射のブックに対して耐性があるが、 軽症者で殺菌されることが判明した。消費者による新鮮もしくは新鮮に近い食品の要求により食品加工手法に非加熱的な方法を使用する要望が増加している。さらに食中毒に対する危険を避けるための食品加工方法の改善要求も存在する。紫外線は不要な微生物の除去のために食品生産において使用されている。 例えば、フルーツジュースの低温殺菌工程では、強度の強い紫外線の照射が使用されている。この工程の効果は、ジュースの紫外線吸収度、ビールの法則に依存する。火災放置器には、紫外線の検知器が用いられる。物質は燃焼する際に、特有のスペクトルを放出するが、ほとんどの物質、例えば、炭化水素、金属、硫黄、水素、ヒドラジン、 アンモニア島は紫外線領域と赤外線領域両者に発光スペクトルを持つ。例えば、水素が燃える炎は185-260ナノメートルの範囲で強く、赤外線領域で弱く発光が存在する。一方、石炭の炎は非常に弱い紫外線と非常に強い赤外線の波長の光を放出する。このように火災検知器は紫外線と 赤外線両者の検知器を備えた方が、紫外線のみの検知器より信頼性が向上する。すべての炎には、多少の差はあるが、UVB バンドの放射が存在する。一方、太陽の光における、このバンドの紫外線は、地球の大気により吸収される。その結果、紫外線検知器は、太陽の光に反応し警報を鳴らさず、太陽に対して、俯瞰、検知器は、 室内外どちらにおいても使用可能である。火災以外の用途として、紫外線検知器は、アーク放電、電気火花、稲妻、非破壊検査に使用される、X 線、放射性物質の検知にも使用される。紫外線吸収ガスや蒸気は、炎からの紫外線を減少させ、炎の検知能力を減少させる。同様に、霧状のオイル、オイルミストの存在や、 検知器上へのオイルの被膜の付着は同様の効果をもたらす。これらの紫外線検知器は、シリコンカーバイド、シックと、チッカーアルミニウム、アルンを用いた固形デバイスを用いたものと、光電管の原理を利用したガス管を用いたものがある。一部の接着剤と保護膜は、光反応性の樹脂を成分としている。特定の波長の紫外線を適切な量と強さで、 照射することにより、光反応、重合が生じる。接着剤等の樹脂は硬くなるか、分解される。この反応は、非常に早く、数秒もかからない。用途は、ガラスやプラスチックの接着、光ファイバーの保護、床の保護、オフセット印刷の紙仕上がりと刃の充填剤、フォトリソグラフィーに使用される、フォトレジスト等が存在する。紫外線のライトは、 一部の国の公衆便所や公共の輸送機関で薬物の乱用の阻止を目的として設置されている。これらのライトの青い色は皮膚の傾向と組み合わさって薬物常習者が静脈を見つけることを困難にする。しかし、麻薬常習者が公衆便所の外で静脈の位置に印をつけ、中でその印を確認できることから、このライトの有用性は疑われている。 抑止効果に関しての裏付けとなる証拠はない。UV エプラムなどエプラム、消去可能プログラマブル読み込み専用メモリ、イレイサブルプログラマブルロムの一部は、紫外線の照射により、メモリ内容の消去が可能である。エプラムは、電源を切っても、記憶内容が消えないロムとして使用できるが、チップに紫外線を照射することで、メモリの消去が可能である。 書き込みと消去にはストレスがかかるため、通常、書き換え可能回数は20回前後であると言われている。紫外線は、表面エネルギーの小さいポリマーを接着する際の、全処理に利用される。紫外線を浴びたポリマーは酸化し、ポリマーの表面エネルギーが上昇する。ポリマーの表面エネルギーの上昇により、接着剤とポリマー間の結合は強くなる。 1970年代以降、極限上空のオゾン層の減少により、特に南極上空においてオゾンホールが発生するようになり、南半球南部、特にオーストラリアやニュージーランドなどにおいて紫外線量が増した。オゾンホールは1985年頃に発見され、1990年代半ばまでは急速に広がったものの、それ以降は、 クロンガスの国際的な使用規制などによって、オゾン層の破壊のスピードが弱まり、規模の拡大は、ほぼ止まった。しかし一度拡大した、オゾンホールの規模は縮小することはなく、2010年代に入っても大規模なまま推移しており、紫外線量も、蒸気地域において増加したままである。また、日本などの中井度地帯においても、つくば市や札幌市付近のデータでは、 1990年代以降、紫外線は緩やかにではあるが、増加傾向を示している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。